ホームレスの男がデバイスゼロを持ってた。携帯を渡したのはハドックだ。うまいやり方だな。一般人が近寄らないようギャングのアジト近くにいるやつを選んでる。なんでホームレスを？ウイルスを簡単に広めてくれるからだ。彼らは公共機関に金をもらいに行くだろう。感染地点を追跡すれば通る道と一致するはずだ。本物みたいに拡散するのか。そう、まさにウイルスだ。ところで嫌な伝言があった。俺たちに手を引けとさ。手を引く？もうクリーナーは準備した。エリア内のゾンビ2を全て駆除できるはず。やっていいの？やらないと後々問題になる。ハドックを怒らせることになるけど、償う方法は必ずある。レッドセックの強力な味方になるはずよ。おいおい、ここはギャングの縄張りだぞ。ハドックの仲間か？ハドックはギャングとは組まない。どうして？意味がない選択だから。絶対違う。裏があるのかも。フォロワーから手がかりが届いたわ。見てみて。これマジか。グレーストロームで働いていたのは事実だよ。もし彼が法を守ろうとしていたのなら、マーカス、人々が内部告発を恐れるようじゃダメなの。みんなの真実がデッドセックの力になるんだから。彼は結婚生活を妨害され、資金まで凍結されたと主張してる。自宅を調べて確認してみる。銀行にも行くべきだね。グレーストロームから連絡があったか調べるの。 You guys, okay, so.